網代の水道から余部に向かいます。国道178号、しばらく沿いを走ります。場所によっては山陰線が迫ってくる場所もあります。おお、波がすごい。おサーフィンやってます。ねえ、これはこじんまりしててなかなか綺麗な浜やね。これはええわ。隅まで24キロ。水道が残ってる。県道263へ行きますけど、ここは何？もう兵庫県？まだ鳥取県？ちょっと分かりません。5度目やって、しゃあね。山陰道を乗りました。余部インターまでこれで行くと病院みたいです。余部見えました。今日は新しいコンクリートのやつに変わってますけど、一部分昔の鉄のやつが保存してあるというのを聞いてましたけど、ちらっと見えてますね。丸部鉄橋、高校1年の時にこの少し東の方の町に海洋訓練と称して合宿に来て、最終日に本当はこの余部のところまでカッター線を越えてきて見学するという計画があったんですけど、何やったか忘れたけど、なんか都合が悪くなって時間がないということで、先生がもう行かへんってみんなで行きたいって大騒ぎしたんですけど、あかんって言われて僕は見れへんかったんですわ。初めて来ました。あ、ここ道の駅なんて仕事でちょっと見学。うわ、すごい鉄の柱残っとるでいっぱい。あ、すごいいっぱい残ってるやん。
うん、もうすぐワイヤー切れるなこの音が。嘘です。怖いこと言われて。山陰本線の急線跡なんちゃってすぐ隣に現役の線路があって、ここが余るべき昔の線路が取ってあります。ここは踏切があったんでしょうね。で先は遊歩道になってますが、旧余部鉄橋の一部分が保存されています。これは鉄橋の一部なんでしょうね。ベンチとして置いてあるようです。なかなか洒落てます。ホームにつながる位置は踏切跡とちょっと違う場所になってますけど、おそらく最後の1階の折り返しを付け替えたんだと思います。昔はエレベーターなどなかったはずなので、きっとこの坂道を皆さん上り下りして鉄道を利用していたのだと思います。東北地方の日本海側でも思ったんですけど、黒の瓦屋根の家が多いんですよね。なんでやろね。ちょっと理由がわからへんのですけど、ここは余部。余部鉄橋。今はコンクリート。旧線の隧道の位置は変わっていないので、新しいコンクリートの橋は S 字カーブを描いて隧道のところで急線に合流するようになっているようです。今丸部からまた東に向かっています。からまた京都府滝峠というところだそうです。今日は道の駅舞鶴トレトレセンターいうところで車中泊です。まだちょっと車の熱気が抜けきらない。冷却中。今日の晩ご飯はローソンで買ったおにぎり、持ってきてた途中で買ったもずく酢、業務スーパーで買ったカット野菜、業務スーパーで買った、お作り3割引き、ライゾツナ、業務スーパーで買ったパイナップルをデザートに、途中の道の駅で買ったトマト、以上です。これでやります。はい、準備できました。実はお刺身は今回2回目、サラダは例によっていつものパターンで、野菜にもずく酢とシーチキンで、今回はトマト切って入れます。でデザートに
パインで主食ご飯おにぎり以上でいただきます。完食です。欲しかった。お腹いっぱい。